長瀬角の俳優業に合雲、うん、ラストマン、京本大我を福山雅春が絶賛の一方、話題は走り方だけ、脇役に完全埋没の悲劇。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。福山雅春、54、主演の日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官。 TBSK の最終章直前となる第8話が6月11日に放送され、シクストーンズ京本大が28が白心の演技で盛り上げた。第8話の内容は以下。ところ大泉洋50。 は、南、福山正春、がアテンド役として自分を指名したのは、41年前に南の両親を襲った強盗殺人犯として服役している、所天狼のジップかまた、津田健次郎、52、に会うためだと知る。傷ついた所天狼は人材交流企画室室長の任を振り、南とのバディを解消する。そんな中、南と東 本田美桜はバスジャックに遭遇。犯人が手製の銃を発砲し、東をかばった南は肩を撃たれてしまう。犯人、京本大が、橋水拓海と名乗り、乗客に SNS で事件と自分の名前を拡散するよう指示を出す。東はところ天堂に、南撃たれた、とメールを送り、捜査一課は SNS によってバス事故の発生を知った。 犯人の名前から分かったのは、2年前に女児が亡くなったバス置き去り事件で、業務上過失致死で逮捕され、不起訴処分となった運転手ということ。さらに、同性同名の青年、京本、が運転手と間違われてネットリンチに遭い、実家の印刷会社は倒産。母が新郎で亡くなっていた。その青年が復讐するためにバスジャックしたのだが、という展開。 今回は京本がさっき溢れる犯人役を講演し、視聴者はツイッター上で、バスジャック犯役の青年の苦悩と葛藤が、そのまま乗り移ったんじゃないかという演技。手製の銃を持った震える手と、声と迫力に泣けた、などと高評価。 福山もラジオ番組、福のラジオ、JFNK で全身を使って表現していたなどと、京本の熱演を絶賛していた。四角京本大画が絶賛される一方。一方、所天道の義理の弟である泉を演じるキー、NG ・ g ジー。 リンーン・チェイプリンスの5324への反響はクールでかっこいいキャラなのにダサい走りなどと独特な走り方についてばかりだったのだが、若手枠のコンダが活躍する一方、泉、長瀬は南とところ天童の監視役を命ぜられたはずが、サポート役ばかり。南とところ天童の関係は深まってきたが、泉は存在感が薄いままで、少々。 寂しい状態になっている。長瀬の伝統ある日曜劇場への出演は放送前は話題になっていましたが残念ながら爪痕はまだ残せていません。二人体制の金プリでグループの活動内容が限定され、俳優路線に力を入れると見られていましたが、見せどころがないままの明らかな脇役扱い。今後の活動に不安が残ります。ドラマライター、山川。 次週から最終章が幕を開け、残りは2話だと思われる。南の両親と所天狼の父親の事件の真実が明かされそうだが、予告動画では、泉、長瀬が父親に反抗する姿や、上司桜、吉田洋から、これからの警察を背負っていくんだから、と声をかけられるシーンも、福山と大泉に絡む俳優として、 長瀬の活躍に期待したい。近く、変わらず仲良し。キンプリスイットンエースのストプリは、ちゃバちゃショット、キンプリとして6月21日に新曲、何者、が発売される。新たな形態のグループ活動にも注目だ。